こんにちは。スタジオアペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回お話しするテーマはこちらです。我が子の能力を引き出す4つのルールです。4つのルール、まあ、これは私がまあ幼児教育をやってる、まあ、今までの経験も通してそうなんですけれども、まあ、この4つのルールを守っていただくとお子様の能力を引き出しやすいですし、まあ、賢いお子様、まあ、言葉にとってはまあその賢い、まあ、天才とかそういうお子様になりやすいと思います。まず1番目、これはですね、まあ、どの学者さんであったりですとか教育者の方も言うことなんですけども、本好き、まあ、読書家であるっていうことですよね。やっぱり本っていうのは知識量を生んでいきますし、語彙力とかボキャブラリー数とか感情とかですね、いろんなものを学べると思います。まあ、僕が一番知ってる中で一番本読んだ子は1ヶ月に400冊普通の本の読み方で読みましたけども、その子の社会の知識とかは本当にすごかったですので、やっぱり本好きにはしてほしいなと思います。2つ目、いい意味で貧乏ということです。これは別にですね、単に貧乏生活してくださいということではなくて、贅沢をあまりさせないということなんですね。つまりどういうことかというと、我慢ができるということなんです。そうするとわがままにもなりづらいですので、やっぱり人間の成長面、心の成長を見るときには、このいい意味で貧乏っていうのはすごく大事だと思います。次、3つ目、プラスの言葉のシャワーがいっぱい入ってるってことなんですね。やっぱり否定的な言葉で育つお子様っていうのは普段から否定的な言葉になります。どうせ僕なんかできないよとか、やる前から、あとはできないことは絶対にやりたがりません。ですから挑戦することができなくなってくるんですね。でもお母様とかお父様からいろんなプラスの言葉がですね、シャワーとして入っていると、あ、こんなことやってみようとか、無理でもじゃあ次回頑張ってみようかな、またこんなこと繰り返してみようという、本当前向きなお子様になってくるので、この3番目というのは私はもうもしかしたら最重要かと思っているぐらい重要です。ですから教育者もそうですし、保護者さんも必ずこのプラスの言葉掛けというのをしてほしいです。で、4つ目は天井が高いということですね。天井が高いっていうのは、これ別に吹き抜けの家に住んでほしいっていうことではなくて、外遊びをすごくするっていうことなんです。これはですね、昔のですね、研究所がですね、ノーベル賞を受賞した方のですね、人を調査したところですね、外遊びをしている人の率がすごく高かったんですね。で、なぜ外遊びをしていただきたいかっていうと、外遊びはまさに前頭葉の発達をですね、すごく助けてくれます。前頭葉を育ててくれるのは10歳までですので、前頭葉というのは記憶ですとかですね、いろんな理解力に、結びつくところなんですけども、この外遊びっていうのはすごく重要し、この4つのキーワードを中心にして子育て、ぜひ頑張ってみてください。本日は以上です。ありがとうございました。